ニコライ・キリロビチ・マクシュータは、ロシアの政治家。1997年から2010年まで、ボルゴグラード州知事。ウクライナ共和国、キロボグラード州出身。父、キリル・ダニーロビチは、独祖先に従軍している。ニコライ造船大学で学び、機械技術部門で優秀な成績を収めた。1971年、ボルゴグラードを造船所勤務。 1980年代には造船所所長となった。1995年10月、ボルゴグラード市議会議員に当選する。1996年12月29日、ボルゴグラード州知事選挙に立候補して50.96%を得票して当選した。知事当選後は、ロシア連邦議会上院連邦会議会議員にもなり、予算、財政委員会に所属した。 2000年12月24日、ボルゴグラード州知事に再選される。一方、上院議員は辞している。2004年大祖国戦争戦勝60周年、記念式典では、モスクワ及び、モスクワ州、サンクトペテルブルクの代表と共に実行委員会に、名を連ねた。2004年12月、ボルゴグラード州知事に参戦された。2005年から2006年まで、 ロシア連邦国家評議会幹部会員。2020年、新型コロナウイルス感染症に感染し、モスクワ近郊の病院に入院していたが、11月1日に死去。73歳ボー夫人のアンドレーブナも別に入院していたが10月8日に死去しており、その臨終に立ち会うことができなかった。ありがとうございます。